はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキこちらです。アゾリウスパクトということで、はい、今回からねこの3歩先、これを採用してみたんですけど、1マナの砲台っていう砲台、プラスで、2マナ払ったら呪文を打ち消すと、青無色1で呪文を打ち消すことができると、さらに3マナ払う、あなたがコントロールしているアーティファクトやクリーチャーである1つを対象とする、それのコピーであるトークン1つを生成すると、でプラス2でカード2枚引く、その後カード1枚を捨てると、非常に青からするとめちゃくちゃ使い勝手のいい便利なカードが来たなということでね、今回これ採用してみました。やっぱ一番コピーしたいのは身代わり合成機、これ並べれるだけ並べて、はい、探してやりたいんで、そんな動きができたらいいなということですね。さあそれでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。さあターン終了。もらいます。あー、これ身代わり合成機でもいいかもしれんけど、いくか。まあどっちも伸ばしつつ、怖いね。さあ余るかな。サルカン、はい。タップさせましょうか。一回集団失踪で流しとく。ターン終了。一応ドラゴン出てきても網でタップさせられるし、22かこいつ、22。ソルファムか、ややこしいのできたな。さあセレスタス、
ロバもタップさせておくか。まあ4点はもらってもいいんだけど、いや、もう攻めていこう。倒していこう。赤石も厄介だね。わっ、峰の恐怖どんどんやばくなっていく。さあ、いや、これはかなりやばいね。峰の恐怖が残ってんのがやばすぎる。波が出たのはありがたいけど、とりあえず峰の恐怖に殴られることはなさそうですね。まあ、3歩先あるし、このターン帰ってきてくれればという感じですね。4点食らうってこと？8点食らうってこと？これで。これだったら勝ちかな。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、ターン終了。マルコムってこんなのもあるんだね。オーバーいきます。さあ、次はスランの雲で、ね、止めていきたい。
さあスラム君、さあこれでチミルがちょっと見えてきましたね。さあ攻撃しない、どうか、まあまあこのターンはダメージ食らうけど次また出せば、向こうはスラム君の方が嫌がりそうだ。合成器だとね、飛行ブロックできんから、まあ、殴っていきゃいいんだろうけど。また消えっけどか、やっかいですね。さあブロック、身代わり合成器、さすがに打ち消しあるか、これは。さあスランの雲、お、着地したぞ。3歩先でスランの雲を増やしていっても面白いかも。さあ88でかい。なかなか厄介ですね。ブロッカーが出ない。いやでも大丈夫だね。こいつ出てくるの次のターンし、次のターンはもうコピーしていくし。さあブロック、さあこっからやで、これが6マナでいいのか。いやけど6マナがない、まあ打ち消し3マナ残す。まあ、こっ
ちの方が無難か。スタート。いやーこれはちょっと守るのに使おう。さあターン終了。言うてあと14だからな。いや、厄介ですね。さあ、散歩先。そうだ、魂の洞窟がね、あったので、打ち消しができない。はい、大変ありがとうございました。7枚でキープ。これはエスパーレジェンズですかね。そうなるとさあ、身代わり合成機。さあ、OK です。さあ、こっから頑張っていこう。わあ。まあまあ、でも大丈夫か。あ、そっちか。さあ、まれた網。まあ、飛んでるのは仕方ないとしても。地上はきっちり止めていきたい。まあどうだろう、殴ってくるかどうかわからんけど、モモリだけでも倒しとこう。倒すタップさせて、さあデニックブロック。さあ、ハード2枚引きます。さあ、これでターン終了。はい、対戦ありがとうございました。おおこれはどうだ、やっちゃっていいかな。まあいっか。さあ、一番のノーム。結局この
地で相手の土地破壊すれば島持ってこれますしね、まあ、なかったもスランの雲置けるし、大丈夫でしょう。ただ相手が黒タンで基本地形しか出さんとかなってきたら厄介。まあさすがに単色でもなんか出すよ。出すか。ちび骨の酸化。まあまあまあ、これいらんか。さあ、まで谷行きます。一気に青丸と白丸が一つ出るようになりましたね。霊柩車か。まあ別に作成がちょっとあれなだけで、パンもらいます。さあスランの雲いきます。パワーストーン出していく。さあ攻撃はしません。ターン終了。まあ仕方ないか。アーティファクト減るのがちょっと嫌だけど。はい、オッケー。アタックします。終了。まあ、しゃあないな。救車結構鬱陶しいな。スランの雲ありがた。またしていこう。なんだ。
はいはいはい。さあ見れるんですけど。まあ一回集団失踪を打ってからスランの雲出しますか。さあ何か出した。さあ、スランの雲。ターン終了。その命令か。なかなか定着できんな。厄介ですね。さあカード2枚引きます。1マナ足らん。1マナ足らんけど、ここで行くか。いや、ここじゃないか。放血者が来てしまった。これは厄介だ。本当にそれはややこしい。アップさせよう。これはブロックしてもいいんじゃないかな。やられたらやられたで OK です。戻すか。さすがに放血者いる状態だと即死する恐れがあるんで怖いです。消去です。さあ炸裂。炸裂発生さ。何回間違いの方がこれ。さあカード引くべきか。まあ引きましょうか。まずい、ね、放血者を処理できない。非常にまずい。まあ、ここのダメージはもう仕方ないけど、処理できんの厳しいな。いやー厳しいぞ。網
待ってね。唱えても良い。うわ、唱えても良いはちょっと微妙だな。あー、どうする。自社でやられそうな気はするが、どうでしょう。なんとか戻ってきてほしい。次カウンターハンドにあればまあまあ負けることはないと思うんだけど、でも悩んでますね。ないのかな。シオルは問題ない、はい、あ、やばい切削される。まあ別にもう関係ないか。あと何やります、これ負けるとしたら。説教者、はい、さあ放血者タップします。さあカード引きます。両方クリーチャータップしていきます。サダックなかった。はい、大変ありがとうございました。さあ7枚でキープ。大丈夫かな。次土地引くとかなり面白いけど、やばいか。こいつ死んでもカード引けるんだね。グルール、お、マナクリが来た。そして土地が来ない。終わった終わった。土地が来たけどちょっと遅い。これは終わったか。やばい、大ピンチ。どんどん土地来い。恐竜、うーん、どうなんだろう。身代わり合成機、まあ恐竜にもサイズでは負けないかな。さあ、相手準備整うのを狙ってんのかな。さあ来ましたね。5マナ。
ロクマナかカルノサウルスとか来んのか。わあ、やられた。えぐい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 。死ぬ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 。もたんもたんもたん。えぐいって、もうえぐいって。マジでえぐい。さあカード引け。それじゃない。それでもない。終わった。せっかく2枚引いて両方土地なのにこんなことある。これは参りましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ゾリウスファクトということで、まあ、今回初めてねこの3歩先入れてみたんですけど、まあ柔軟に動けて強いカードですね。やっぱりこの合成機とかのコピーできれば、まあ、今回ちょっとね合成機のコピーはなかったですけど、スランの雲コピーで決着したところもあったんでね、まあ、非常に使い勝手のいいカードなんじゃないかなと思います。はい、まあ、引き続きちょっと調整していきたいな。勝率が結構高いんで結構面白いね。はい、勝ちやすいし、まあ、そんなに時間かかるデッキでもない、まあ、ちょっとアグロとかに比べたらちょっとミッドレンジな感じですけど、まあ、あんまりロングゲームって感じじゃないですね。はい、まあ、そんな感じでアーティファクト好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。